山内忠丸昭和31年6月4日は福音ルーテル教会牧師。前名は鈴木忠丸。慶応2年7月15日帰還し、鈴木氏の息子として生まれる。鈴木氏の先祖は鉄砲術を良くし、島原の乱でキリシタンと交戦して戦死したという。明治5年7歳にして父を亡くし、母の手によって育てられたが、自家丸が、 旧正中学校に通っていた頃、家財が傾いて、ついに破産した。明治15年17歳の時、小学校の教師として奉職していた頃、キリシア聖教会に触れ、後一致教会に転校する。明治18年、ヘール宣教師の手によって、洗礼を受ける。明治22年、福音の伝道に献身することを決意する。明治24年、明治学院進学部に入学し、 学を収めて、明治28年に同校を卒業する。その年、山内良平の招兵によって、日本ルーテル教会の最初の教会となる佐賀十字教会に赴任し、教会で献身的に活動をするうち、山内良平に信頼されるところとなり、翌明治29年9月、ジェームス・シェーラーの詩式により、山内良平の実名で後に幼女となっていた。 山内彩と結婚する。この時、山内良平の婿養子となり死を三内に改め、以後は、名実ともに、山内良平の後継者として活動することとなった。明治31年、熊本に移って、開拓伝道を行い、熊本ルーテル教会や、道町神学校、九州学院の設立に貢献した。明治32年、岐阜、良平と共に、アンシュレを受けて、 日本福音、ルーテル協会の最初の牧師になる。明治38年、熊本ルーテル協会の教会堂を新築する。その後、福岡県の小倉へ赴任し、後東京ルーテル協会設立のために上京した。東京では、超声学者を創設して、学生教育に努力を傾けた。大正8年12月21日、教会全体を指導する立場である。 教会年会議長に任せられた。大正10年東京ルーテル教会を辞す。昭和20年、米軍の空爆によって被災し、東京を離れ、金沢で終戦を迎える。その後、東京に戻り、AJ アワルトラと日曜学校を補佐して、余生を過ごした。昭和31年6月4日商店。去年十一歳。実家の本生は保住。後鈴木氏を称した。 ただしまえるの代になって、山内生を継ぐ。ありがとうございます。